回ですけども、無双ロス3やってみたいと思います。数時間やってるんで、そのちょっと続きをやってみたいなと思うんですけど、だいぶ前にやってるの忘れちゃったんですよね。ちょっと全く覚えてないですね。一応2章まで激闘の末、井伊直虎の腕輪は守られた。織田軍と謎の少年ナタは即時撤退を敢行する。さらに風魔小太郎が反乱軍に朗報をもたらす。新たな腕輪が見つかったと。真田幸村と菅銀平らは意気揚々とその地へと向かう。だが彼らの前に予想だにしない敵が立ちはだかるのだった。あれはオリュンポスの兵。まさかついにゼウスたちが本格的に侵攻を始めたのか。その辺は偵察済みです。あれを率いているのはアテナって人でした。確かお知り合いですよね。ああ、ゼウスの娘。オリュンポスでも屈指の力を持つ女神だ。そして腕輪を盗んだ私を追っている。では新たな腕輪を盗んだ。そしてペルセウス殿をお守りするのが私たちの任務ということですね。スキップします。全部チェックで、メンバーはレンシとこの位置と大元気でいきます。サポートは月蓮、菅銀平、超瞬間、ガラシャですね。やってきます。ペルセウス、もはや逃げ隠れはできぬ。父ゼウスを裏切った罪の重さ、思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、行かせてもらう。神の本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。行かせてもらう。腕輪の悪くはアテナが守る。だいぶ強いな。南北には諸君の将が陣取った。手薄な中央へ進めば奪還は避けられず、彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。さすがに中央は避けて進もう。本当に趙雲殿が敵に。この目で見てもまだ信じられない。兄上たちまで本当に戦わなきゃいけないのかな。腕輪は私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。私が君を。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。裏切り者のペルセウスを仕留め、邪魔をする敵は誰であろうと切れ。承知した。仕方ないな。さらば。はい、
んな兄貴やってしまえ。約束か。やってしまうな。耐えられる。兄上。ティンペ。観察。マイル。死ぬ任せだ。観察。お前まで。ティンガーズインニュー。このままじゃ挟み撃ちにされちまいますぞ。ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍せるぞ。おお、カンサク、本当に戦っちゃっていいの？だってすごく辛そうだし。辛くないと言えば嘘になる。だからこそ将軍殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。天界に兄貴だ。銀兵、皆が相手だろうと私は。監督、お願いだ。訳があるなら話してくれ。あ、こっちこっち。どれ見てる？どれ？観察の敵は私の敵なんで、戦う理由なんてそれしかないし。それってわかるかな。でもオタクの観察さん、なんか元気にしてるね。シャオ、見事だ。これからも頼みにさせてくれ。の分際で神を裏切るとは。神の勝手に人を巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。びっくり。見事な腕だな。いえ、あなたこそ素晴らしいものの筆いらっしゃる。超支流マイル。お決まりや。失敗になってしまった。これは神の力。この力で皆を守りきる。俺の念じゃ力だ。尋常に勝負。腕輪の力が目覚めたか。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。います。敵が皆行くぜ。雪村殿の元へ向かっている。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。雪村様の元へは行かせない。今日はもう勘弁してやる。なんと素晴らしい武人だ。そんな出会い方でなければきっと。あなたこそその熱き闘志、我が魂に響きました。さすがです。あなたならばと思っておりました。調子さします。あれ？誰だ？私がなすすべもなく負ける。この足触れてやるわけにはいかん。次でも次こそ。お前に挑むなど万有だったか。ああ、もっとこっちの方が先倒したかった。力負けするなんて。どうにか撃退したか。ええ、腕輪も獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。だろうな。長雲たちには深刻な事情があるんです。どうにかできないだろうか。
あんた、さっき敵にいた。お願い、観作たちを助けてあげて。無論、私もそうしたいと思っている。やはり、あれ何か事情があるのかな。あのアテナって女神に龍禅様が捕まってるのだから、観作たちは仕方なく言うことを聞いてて、でもあんな悲しい顔見てられない。なんと我が子が。だから私はこっちに来たんだ、観作を助けてあげたいから。わかった、今すぐは難しいかもしれぬが、私としても彼らと戦い続けるのは胸が痛む。必ず何かしら手を打とう。よかった、そのためなら私もこれから何でも協力するんで。何でもだな。ああ、頼りにしている。悲しいこともあったが、仲間が増え腕輪も得られたことは行幸だったな。あの腕輪に宿る力は分身幽霊武勇、そして策にも長けた雪村殿にはぴったりだな。いえ、私などですが、戦力を増やせたことは何よりです。これからもなお一層奮戦しましょう。あれ、 S ランク取れた。ド S ランクです。まさかのド S ランクですか。これで大丈夫ね。いい流れね。ああ、割といい手に入ったな。みんなと修行するのってすごく楽しいわね。私の弓の腕もたっぷり見せることができたし、またあんな風に充実した時間を過ごしたいな。ああ、そうか、修行に行かしとったんか。急に喋り出すけどびっくりした。急な損傷こうやると。もう一回行かす、メンバー変えるか。武者修行、さっきちょっと強化系やってしまおうか。次回この続きやっていきたいと思います。今回はこれで終わりますね。だったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。